古代史新説チャンネル、邪馬台国と日本書紀の界隈。今回探索するのは日本書紀の界隈です。倭の五王の一人姓が誰だったのかについて考えていきましょう。倭の五王について新しい時代の天皇から見ていくと、倭王武賀雄略天皇、倭王黄賀殷行天皇であるという結論になりました。私の唱える現日本義仮説による復元記念に従えばです。安康天皇は宋に献使朝貢し、使いは477年11月に都の建康に到着しましたが、残念ながら倭王として認められることはありませんでした。日本書紀の設定では倭王武を雄略天皇とした場合、即位以来約20年も献使朝貢しなかったことになったり、462年に倭王黄として安東将軍号を授かったのが誰かわからなくなったりします。しかし現日本義年表によれば、倭王武イコール雄略天皇は476年に即位して478年に受号し、倭王黄イコール殷行天皇は459年に即位して462年に受号しています。倭王武の上表文に記された我が代々の一族は都市を間違えることなく朝貢してきましたという一文とも符合します。さて、その黄イコール殷行天皇の以前ですが、現日本義年表ではこのようになっています。また日本書紀の設定を併記するとこのようになります。この三鎮西の時代の復元が最も困難だと言えます。日本書紀編纂者たちは当然倭の五王の朝貢について書かれた草書に目を通した上で、その朝貢を隠蔽しようとしているからです。日本書紀は明らかに殷行天皇以前の記念を大幅に延長しています。それも殷行天皇を412年から453年という大胆かつ絶妙な年代に設定しています。僧侶の三鎮西の朝貢年代だけでなく、新序安定期の413年の倭国朝貢の記事までカバーする年の入れようです。一方、現日本義年表においても仁徳天皇の治世が三鎮西の朝貢年代をほぼカバーしています。これをどう解釈するかです。私は現日本義の編纂段階では最低限正しい記念を保った編年がなされたと考えています。天武天皇の意図された後世に伝える正しい歴史の編纂という方針に沿ってです。それは初代天皇即位年の301年をずらすことのない編年を意味します。だから慶泰天皇朝と仁建武烈天皇朝の並立を直列にする際にも、できる限り前後の年代をずらさないように調整しています。現日本義がそういう編纂方針であったとしたら、現日本義の仁徳天皇の治世には3人の天皇がいたけれども、2人は朝貢を隠蔽するために歴史から消されてしまったと考えるのが妥当だと思います。詳細は回を改めて説明しますが、倭王三と倭王鎮が隠されたのだと思います。そして倭王西ですが、結論としてそれは仁徳天皇だったと考えています。すなわち倭王西イコール仁徳天皇、倭王黄イコール殷行天皇、倭王武イコール雄略天皇となります。この3名の関係性のうち黄と武が兄弟ではないという検証は前回動画で行いました。もう一つ姓と武の関係について確認しないといけないことがあります。それは倭王武の上表文の中に出てくる傍公姓という文言です。これは一般的に亡き父である姓と訳されます。この解釈に従えば、姓は武イコール雄略天皇の父ということになります。
しかし私の否定では武は姓の孫ということになります。これは私が大和王権の始まりをまとめている時にも大きな壁となっていました。これを解決してくれたのは奥田久志氏の論考でした。奥田氏は日本古代社会における宇治と米の出現をめぐってという論文でこのように述べておられます。このことは従来あまり注目されていないが、暴行の功は必ずしも父である必要はなく、生命の父祖の意味であり、祖父または曽祖父でもよい。これは中国の用例であるから、父や祖父または曽祖父という血統上に位置する人物になるのであり、和国の現実からすれば観念上の父や祖父または曽祖父、つまり先代先々代先々先代の王を意味するに過ぎない。この奥田氏の考察に従えば、暴行姓は必ずしも亡き父姓ではなく亡き祖父姓であっても良いということになります。宋から倭王と認められ、安東将軍から安東大将軍に進行した姓名、名を馳せた祖父である仁徳天皇はそれにふさわしいと思います。さて、現日本紀年表では仁徳天皇の崩御年は450年となります。一方、和王政が安東将軍から安東大将軍に信号し、四字節、都督、和、新羅、三真、唐、新官、母官、立国諸軍事に叙任されるのは451年です。具体的に剣士長考したとは記されませんが、もしこの年に使いが剣校に就いたのだとすれば、仁徳天皇が崩御前に送り出した使節だったと思います。仁徳天皇が崩御された後、和国で天皇位、大王位を継ぐのは李忠天皇です。治世は451年から456年の6年間です。それに続いて半世天皇が457年と458年の2年間、1月に即位して翌年1月に崩御されるので、実質的には約1年ですが在位されます。普通に考えればこの2人の天皇も即位後速やかに宋へ剣士長考されたはずです。しかし宋女和国伝にはその記録はありません。451年の和王政への信号・加号に続いては、462年に和王公へ安東将軍和国王を死亡するまでの間に年次不明のこのような記事があるだけです。姓氏す、姓氏公が剣士貢献した。他方では公武帝紀に誰が送ったか主体不明の剣士記事があります。460年12月、倭国が剣死して宝物を剣じた。460年12月の剣死をしたのが459年に即位した皇イコール隠行天皇だと仮定すると、李忠天皇と半世天皇に関する記事は皆無ということになります。ただこれには中国宋側の事情もあったと思われます。450年、北魏が南下して宋を攻めます。宋はその戦いに大敗して大きな打撃を受けることになります。そういう背景もあっての451年の和王政への信号・加号だったのかもしれません。北魏は国内事情により引き上げますが、ここから宋の弱体化が始まります。453年には皇太子の劉璋が父親である皇帝の文帝を殺害するという事件が起こります。さらにこの劉璋を弟の劉俊が殺して皇武帝として即位します。このような宋の内紛によって李忠天皇は剣士長考できなかったか、できたとしても和王や将軍号を受号できなかったのだと思います。さて、姓が最初に剣士長考したのは443年です。その5年前、438年には和王陳が剣士長考していますから、
その間に天皇、大君が変わったということになります。和王武の上表文には、和王は代々都市を間違えずに朝貢したと書かれています。即位すると速やかに献紙朝貢しているのです。その記述とも合致することになります。きっちりとした都市は確定できませんが、おそらく征夷イコール仁徳天皇は440年頃に即位され、450年に崩御されたのだと私は推定しています。ちなみに和王さんと陳の治世についてですが、現日本紀年表に復元した自責出来事が拡散されている可能性を否定できないので絶対とは言えませんが、418年の応神天皇崩御後、419年から430年代半ばまでが和王さんの治世、430年代後半あたりが和王陳の治世だと考えています。ここまで見てきたように、和王征夷は仁徳天皇の可能性が高いと思います。そして和王光は隠行天皇、和王武は雄略天皇です。その間の利中天皇、藩税天皇、安康天皇は様々な事情によって和王の列に加われなかったのだと考えます。私のこの年代感が絶対正しいとは押し付けませんが、この年代感で古墳を見ると、仁徳天皇陵とされている大仙陵古墳と隠行天皇陵とされている一の山古墳は、その事情通りで間違いない可能性が非常に高くなります。考古学的成果により、考古学者の先生方から出されている事情された天皇の在位期間と古墳の築造時期がずれているなどという論考は、そもそも比較に用いられている年代感が間違っているのだということになります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひお願いいたします。ではまた。